スザンナと長老たちは、ルネサンス期ベネツィア派の巨匠ティントレットが1555年から1556年にかけて制作した絵画である。スザンナの水浴とも呼ばれる。主題は、旧約聖書のダニエル書で語られているスザンナの物語から取られている。大胆な構図とポーズ、官能性と明暗法は、後期マニエリスムの典型的絵画であり、 テントレットを代表する傑作の一つとみなされている。ローマのコロンナギャラリーに所蔵されている神話がナルキッソスとサイズがほぼ同じであり、対作品として制作されたと考えられている。表面を覆っていた変色したニスは2006年の修復で除去されたが背景は逆に暗くなった。現在はオーストリア、ウィーンの美術史美術館に所蔵されている。 裕福な夫ヨアキムの低粛な妻であったスザンナは毎日のように庭の泉で水浴びをしていた。ところが二人の高職な老人が彼女の美しさに目をつけた。彼らは町の著名な長老であると同時に裁判官でもあり、スザンナに言い寄る機会を狙っていた。その日もスザンナは召使いに戸口を固く締めさせて庭の泉で水浴びを始めた。 すると、メシ使いたちがいなくなったのを見計らって、庭に隠れていた長老たちが現れて、スザンナを脅迫しながら、関係を迫った。スザンナはこれを拒否したため、長老たちによって、官員の罪を着せられて処刑されそうになった。しかし、ダニエルという少年が長老たちにことを唱えた。彼は長老たちが互いに相談したり、会話できないように引き離した上で別々に尋問した。 すると二人の証言は、食い違いが生じ、虚偽によって、スザンナを落とし入れようとしていることが分かった。こうして、長老たちは、石打ちの刑に刑され、スザンナは解放されたという。草紙に置かれた衣類や、宝飾の数々、池垣に立てかけた鏡を見ながら濡れた足を拭っている。ティントレットは、水浴を終えて泉から上がろうとするスザンナの姿を、描いている。 スザンナーの左足はまだ泉の中にあり、騎士に座して、バラの生け垣に立てかけた鏡を見ながら、右足を布で拭っている。その周囲には白い絹のショールや、櫛、真珠のネックレス、指輪などの宝飾や銀器が置かれている。スザンナは水浴の邪魔になりそうなものや、あるいは失いそうな小さな宝飾を、体から外しているが、イヤリングや、 金のブレスレットは身につけたままにしている。一方、二人の長老の描写は滑稽ですらある。二人はいずれもバラの生け垣に身を隠し、スザンナの豊満な裸体を摂取しながら言いい夜機会を伺っている。一人が画面の奥に立っているのに対し、もう一人は近景に描かれており、身をかがんで生け垣の下から覗き込もうとしているために、老人の剥げ上がった頭頂部が、 鑑賞者に向けて突き出されている。スザンナの裸体に際立つ、明暗法。しばしば避難の対象となった活発な筆さばきは見られない。画面左奥に描かれたしか。ティントレットは本作品以外にもスザンナを描いているが、パリのルーブル美術館版やワシントンのナショナルギャラリー版では長老たちは背景に二人揃っているのに対して、本作品の長老たちは、 離れた位置に描かれており、スザンナと三角形の位置関係を形成している。画面の左側を仕切る池垣は奥行きを生み出し、さらに背景へと延長されている。また長老たちが身を隠すための舞台装置となっており、覗き覗かれる関係性を強調する構図は大胆かつ劇的である。スザンナの白い体は、池垣や背後の木々及び泉の暗い色彩と対照的である。 この明暗の効果を巧みに用いている点は、本作品の最も重要な点として挙げられる。ティントレットは、スザンナの前に鏡を置くことでラ体イの白さや、イヤリングの輝きを強調し、明暗を際立たせている。スザンナの頭上の枝には、かささぎが止まり、また画面奥の池には、アヒルや池の水を飲む鹿が描かれている。本作品に書き込まれた、いくつかの生物や動物たちは、 図像学的に解釈できる。カササギは、いわれのない悪意ある噂話を意味し、アヒルは忠実を、水を飲む鹿は、渇望を意味する。またスザンナが見つめる鏡は、賢明や真実を意味する。こうしたモチーフを使うことで、スザンナの物語に込められたメッセージを図像的に読み取ることができるように心がけている。本作品は1648年に、 ティントレットの電気作家としても知られる画家、カルロ・リドルフィが、ベネチアの画家ニコラレニエが所有していたと言及したスザンナの絵画であることは確実とされるが、それ以前の来歴については不明である。1677年には、聖マルコ大聖堂の音楽監督だったジョバンに、ロイッターが所有していたが、1712年には、ィーンに移っており、美術史美術館の設立とともに、 同美術館に所蔵された。本作品以外のスザンナはそれぞれ、ルーブル美術館、ワシントンのナショナルギャラリー、マドリードのプラド美術館に所蔵されているほか、プライベートコレクションにもティントレットの作品が知られている。ルーブル美術館版はもともと、ルイ14世のコレクションで、1684年にオートリブ公爵から購入したものである。プラド美術館版は、 スペイン王国の宮廷画家ベラスケスが二度目のイタリア旅行の際に購入してスペインに持ち帰ったティントレットの6点の天井が連作の一つである。連作はいずれも旧約聖書に登場する女性を描いており、アルカサル神室のティツアーノの丸天井を飾るのに用いられたという、ありがとうございます。